の大木様、お願いします。どうか私にも心を通わせられる友達を。その願い叶えてやろう。魔法の大木の方だね。行ってみよう。こんなのありえない。もうおとぎの村は終わりよ。あんたも母上が送ってきた資格なんでしょ。下がって、チャンスは一度きりだよ。さあ、罰を受ける時間よ。あなたがしたことを考えれば、それくらいの罰、軽いものでしょ。君の信頼に必ず応えてみせる。やったー！これで村の人たちも元気に。